おはようございますただいまから文化環境委員会を開会いたします。本日は初はめに文化市民局関係で報告2件の聴取及び昨日までにお申し出のあった一般質問を、次に環境政策局関係で昨日までにお申し出のあった一般質問をそれぞれ行うことといたします。本日は新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、 これまでの委員会において実施した対策と同様の対策を講じた上で委員会を開会いたします。委員および理事者におかれましては円滑な委員会運営に格段のご協力をよろしくお願いします。従いまして本日行う一般質問は昨日17時までの事前通告制としております。次に前回の委員会で環境政策局に要求いたしました資料は議員団室に送付いたしておきました。以上、ご了承お願います。それでは文化 文化市民局関係の報告聴取を行いますまずはじめに特別定額給付金の給付状況についての報告を聴取いたします理事者説明願います別府文化市民局長はい。おはようございますおはようございます着席してご説明ください、えー、はい、えー。ご審議に当たりまして本事業にご支援賜っております多くの関係者の皆様に改めて御礼申し上げますコロナ禍という大変厳しい状況の中で 給付金が市民の皆様の支えとして力を発揮できるよう、しっかりと事務を進めてまいります。司会の先生方におかれましても、早期に補正予算をご議決いただいたことをはじめ、本委員会においても、課題のご指摘、ご指導、助言激励をいただくなど、事業推進にお力添えをいただいてまいりました。関関係機関ののののの皆皆様、様受託事業者の皆様の精一杯のご努力と全庁体制の下で、 市民の皆様が心待ちにされていた給付金につきまして、7月1日の給付決定をもって8割を超え、ホームレスの方や現金給付の対応も進めてまいりました。一方、大量の事務作業を進める中で、給付まで時間がかかってしまった、二度手間をおかけしたといったこともございました。こうした事例があったことにつきまして、お詫びを申し上げ、できるだけ丁寧な対応に努めてまいります。 申請期限まで一月半を残しておりますが、市民の皆様の関心も高く、歯科においても多くのご意見を頂い,いておりましたことから、この時点で、現況と今後の取り組みについて、ご報告申し上げることとした次第でございます。引き続きのご指導、ご支援をどうぞよろしくお願い申し上げます。それではは委員の皆様何かかごご質問はございませんか 椋田副委員長。椋田副委員長。おはようございます。本当に、あの。二月前。 思い出したですね、えーまあ、運命の差といいますか大変給付がしっかりとなされて市民の皆さん本当にこの頃ですねこれはまあ一月前ですけどこの特別大学給付金について電話がかかってこなくなりましたうちの事務所もでも一月前までは毎日何件か なんかまるで相談窓口の出先かみたいなものをやったわけでございますけどただ、ルールやはり説明していただいているわけでございますけど、今一度ですね、当初、なぜ発送が進まなかったのか、そして体制を整えてですね、3箇所でしたかな、拠点となるオフィスは、そこにどんだけの人が、 延べ人数として入ってきてね延、まあ、べ人数言うとはなかなか難しいかもしれんけども今事務体制としてね何人の人を京都市職員が、えー、応援部隊も行きません司会事務局からもそういう人も含めてねあのどういうふうな人数で事務を進めてきたのかそして結果、ね、あの変装されてきて開けるのも大変でしたね,ねそういうことが進んだ。 ということで,す、ね、で、すね1点だけもう、さ僕は言っときますけども、なぜ神戸市が発送が早かったのか、ね、それも京都,が比べられて京都市が比べられて批判を受けたわけですけども、やはり神戸市はあー役所の近くにたくさんの人数が入れるオフィススペースが確保できたという、これはもう完全にですね京都の今の逆に言ったら弱みですね、オフィスが全然足りてないっていう現状が露呈したかと思います。ここうういうことも含めてね 今後、ね、あのいつ何が起きるかわからないし、やはりそういうことは想定して事務を進,んで進めていくのがサステイナブル、SDGs のですね、接種に生かしたレジエントシティの使命やと思いますし、またプライドになるようなことやと思っております。今あのお伺いした人員について、またこの給付金が当初の遅れた理由とか、またこうやって進んできた。 原因ですねお示しいただけますでしょうか広瀬事業推進担当部長 えとこれまでの,あのまあ振り返りといいますか、そもそものスタートの時点のお話も含めてでございます、今、先生からご指摘ございましたように、やはりあのオフィスにつきましては、京都のオフィス需要が非常に逼迫しているということで、こういう短期間に大量の事務作業を行わねばならないためには、一定の広さのオフィスが必要になるわけなんですけれども、適切なものが見つからず、結果として、 外注する委託事業者の拠点は2カ所に分かれてそれにプラス私ども事務局は分庁舎の方で業務をするということでま3カ所に拠点が分かれてしまったというのは非常に大きなものであったかなというふうに思いますまたあのまご指定ございましたようにあの事業実施までに非常に期間がなくえいろんな作業がまいわばまみきり発車でやっていかなければならないというギリギリの状況でございましてえその中でも委託業者を いち早く確保してシステムの構築や住民基本台帳データとの連携と行ったところですけれども、やはりまあ大量の申請書の印刷やその発送といった事務にはまあ期間を要してしまったというようなところでございます。ただしまああの私どもあの発送のあの始めたのは他年よりは若干遅かったかもしれませんけれども、申請書が到着するのは他の都市とそんなに大差ない時期には到着をさせられたということであったかというふうに思っております。 次に体制でございますけれども、私ども事務局としては13名の体制、これに臨時職員を10名から20名、時に応じて採用してやってまいりました。これ以外に委託の職員が300名近くの規模、これが給付の事務を行うオペレーター等の人数でございます。これ以外にコールセンターが最大55回線、さらに議員からも今ございました、各局からの応援が 70数名ということで最大で400名を超える体制を構築して進めてまいりましたこうして一番申請の当初ですね大量の申請書が送られてくるまたそれに先立ってオンライン申請を受け付けたこの時に大変事務が複装したわけなんですけれども委託事業者も当初の予定よりも大幅に増員をしていただきましたし各局から 通常業務をおいて、私どもの方の業務に応援に駆けつけていただいた、そういった皆様方のご協力で、ここまでできたものというふうに考えております向田副委員長まあ今後はですね、えーの、事情がある方への対応、ね、DV 被害者等、後見人施設入所の方々については、しっかりとあの進めていただいているのは、数字を見たら分かりますし。 でまたホームレスの方々についてもやはり口座が、ね、ない方も含めて、えー、これなかなか大変思います、これから現金給付になると思いますしでまだ届いていないというのはあると思いますだから目標値として、ね、100%というのはなかなか難しいけどそれを目指して最終最後まで,です、ね、誰一人取ろうなとさないというです、ね、それを単なるです、ね、あの目標としては大事なんですけど、ね、あの絵に描いた餅にしないように。 進めていっていいいいったただきたいと思います、まあ、最後にですねあの、今後一番課題のは、うちの吉井員からも、金がね、質疑させていただいておりますけれども、単身の方がで亡くなった方々への,このご遺族がいた場合です、ね、でその相続の関係が国制度ではです、ね、寄付の対象と今ならないけれども、我々も理解としては、しっかりと意見も。 伏し取りますんで、一緒になってですね、これも進めていかなあかんことやと思います、あの今、最初に申しましたけど、100%っていうのはなかなか難しいけども、その漏れた部分はどういう内訳なんかということをね、今後やはりこれも市民に信頼していかんと、ね、あのなんで100%もらえへんねん、なんサボっておんちゃうかっていうふうなね、いう人もいるわけですよ。 示していいかないとこれはやっぱりディスクロージャーというですね古いこ言葉になりましたけど行政の説明責任アカウントビリティの問題やと思っておりますので最後にあの決意をお伺いしまして終わりたいと思います。申請期間9月15日 まででの間でもう現在、すでにあの未申請の方の鑑賞を行っておりますけれども、資料にもございますけれども、未申請の方に対して再送付を行う、また未申請の方の例えば年齢階層がどういった部分なのかとか、分析をした上でえで、ー、しっかりと働きかけてまいりたいと思います。そそれから単身死亡世帯の問題につきままししてては、えー、指定都市長会そしてまた 先般は山本議長にも要請活動も行っていただいております。議会の皆様ともしっかりと連携をして取り組みを進めてまいります。よろしくお願いいたします。はい。では続きまして玉本委員。はい。山本委員、はいえー。本当にご苦労様です。もうあと一息というところでの報告でしたが。 本当にたくさんの方が関わりながら、応援もいただきながらということが、今、先ほどの説明でも分かったわけなんですが、ああ終わって総括の際には、ですねやっぱりオンライン申請の手続きがどうだったのか、重機台帳と連動していないのに、これを取り入れたことによる手間が本当にたくさんかかった問題などもしっかりとあの総括していただく必要があるなと思っていることと、 あともう1つあの、受け取り不要欄の問題なんですけれども、総務省のモデルから京都市独自として申請用紙を工夫した点だったんですよね、それがなんかこういうことになって、ちょっと残念だなと思ってるんですけど、えー、65件見落としたというね、そのまあ、見落としたっていって、まあ、人がやってたことなので、あの仕方ないといえば仕方ないのかもしれないんですが。 でも65件見落としたというのは、何かやっぱり問題があったんだろうというふうに思うんですが、そこの点の評価はどのようにされているでしょうか広瀬部長、はいえー、とまあ不要欄にあの印をされた方に誤って給付をしてしまったという点につきましては、申請された方に大変ご迷惑をおかけしたということで、改めてお詫びを申し上げたいというふうに思っております。 今ご指摘ございました、扶養欄につきましては、できるだけ簡素なものにしようということで、要扶養ではなくて、扶養の場合のみ印をつけていただくということでさせていただいたわけでございます、ただ、非常に多くの申請が一度きに来る中で、委託事業者のであで点検をしているわけなんですけれども、多量の事務処理をする中で、そういうものを見過ごしてしまった、チェックが少し甘くなってしまった点があったのではなかったかなというふうに思っております。 一方で、ああ本人確認書類ですとか、口座の書類ですとか、そういったもの、非常にまああの実際に給付をする際に、非常に重要な部分については、あ,ある程度しっかり見ていただいているとは思うんですけれども、結果としてこういうことになったことは、大変申し訳なく思っております。65件という、決して少なくない件数でございますけれども、私どもの方でうで、全員の方に今、連絡を取りまして。 改めて給付を受けられるのか、まあ、歩くまで辞退されるのかということのご意向も伺いながら、丁寧に進めさせていただいているところでございます玉本委員。まあ、あのこの、ね、再度、連絡をするということで、対応はもちろんされていると思うんですが、書類不備の対応ということで、この報告にも2万2000件ですかね、この対応も含めてね、本当に あの膨大な作業をされているということがあの分かりますでそこで,です、ね、私ちょっと委託先の労働者の働き方について少しお伺いしたいと思っているんですけれどもえ事業がまあ順調に進んでいるということで、えー、はあるわけですが委託先の事業者の方はあの従業員を募集の際にです、ね、勤務期限を12月までとしていたということで。 あの他に決まっていた勤務先も断って、えー、ここの仕事をしたいということで、えー、申し込みをしたとでそれが進んできて7月で終了と突然言われて、まあ、あの困っているということのご相談もありましたであの契約上は1ヶ月更新で最大12月ということなので、まあ、あり得るという話ではあるんですけども労働者にしてみたら あの当てが外れたという状況になっているのは事実で、えーまあ、労働者をちょっと便利使いと言ったらあの語弊がある言い方かもしれませんけどもやっぱりあの早く終わったら終わりです、えー、ちょっと長引く場合は12月までですというような働き方がどうなのかなとあのこの相談を聞いて思いましたでし,かしかもです、ね、あの今回のことだけではないんですが最近の,、ね、あの派遣会社とか 委託業者なんかが、あの、えー、従業員を募集、京都市の仕事を公務,公務の仕事を受け負って、えー、の募集をね、あのするわけなんですが、そのチラシにですね、公務職場で安心っていうふうなねキャッチコピーがね、結構書かれているんですよね。うん、でも公務員として働くわけではないんだけども、安心ですって言って書いて募集をすると、確かに労働者には見た目あ、あ公務の仕事 のお手伝いの仕事なんだなということで安心感を持つわけなんですがしかし、やっぱあのこういう今回のような事態も起こるということで言うとねやっぱり委託先の労働者の働き方ということについても京都市は委託する以上言って私は見ていく必要があるんじゃないかなという,ふうに思うんですがその点についてのお考えをお聞かせください。広瀬部長 はい、ただいまご指摘ございましたあの、従業員の方からのお申し出の件でございますけれども、私どもの方にも直接、あの従業員の方からそういったお声もいただいております。まあ、当初、えーまあ、委託事業者の募集では、まあ、12月末までのお仕事というような書き方があったということですけれども、まあ、事業者としましては、京都市との契約は12月の末までということで、12月末まで仕事は、契約はありますよというつもりで書いてあったものと思われますけれども、まあ あのそのあたりの誤解といいますか、受け取り方の違いがあったのかなというふうに思います。また今回の事業は、短期間に大量の事務作業を行うということで、やはりまあボリュームゾーンがまあ6月からまあ7月までというようなことでございますので、その間に短期でえたくさんの方にえ手伝っていただいて、それが一定、収束すれば、ああ人数の方は縮小していくということにはならざるを得ない状況ではあったのかなというふうに思います。 そうした中で、事業者の方もそのあたり、まあ一月契約の更新ですよといったことも含めて、説明はされておるわけなんですけれども、私ども、先ほど言いました、事業員の方からそういったお声があったときには、私どもとしても、事業者に対して今回は公共的な事業を委託しているものであって、コンプライアンスを遵守することは当然のこと、まあ、丁寧な対応、働いている方が不安に思われないように、きちんとやってくれよということは、再三、指導してまいりました。 その中で、京都労働局へも従業員の方がご相談に行かれたというようなことも聞いております。で、労働局の方と、えー、自宅事業者で話をした中で、まあ、自宅事業者のやっていることですね、これまでの契約内容を含めて、法的にはまあ問題はないということなんですけれども、えーまあ、当初、やはりまあ誤解を招くような内容があったんではないかということで、そのあたりはちょっと指摘を受けたというようなことも聞いております。またあの今回、えー、自宅事業者側でも一部は まあ落ち度があったんではないかということで、内部でも確認したということで、7月分の給料につきましては、全額保証した上えで、代替の業務を紹介するなど、一人一人に丁寧に対応しているということで聞いております玉本委員。はいあの,、まあ他のね、勤務先を紹介してくれるということでなんです,なんですけども。 やっぱり委託先の働き方についても労働者の募集の在り方や処遇などについてあの京都市として委託契約の際にしっかりとやっぱり条件に盛り込んでいく必要があるんじゃないかなということをあの今回の件で私も思いましたえまあそこの辺は教訓に今後していただくということが大事だなとも思いますしあのまあこんだけきゅのいっぺんに大量の仕事をするということでいえば あの小さな市町村じゃない中でね、行って、民間の力も借りてやるっていうことはやむをえないのかもしれないんですが、その際の配慮っていうものが、かなり必要なんじゃないかということが、今回のことをきょうくんにやっぱり検討していただきたいなというふうに思いましたので、ぜひよろしく、総括の際をお願いしたいと思います。以上です、はい、では続きまして蘇我委員 はい、員おはようございますこの度のこの特別定額給付金の給付につきましては、本当にスタート当初からです、ね、さまざまな指摘等を受けながら、本当に体制を整備していただきながらです、ね、取り組んでいただいて、本当に今日、ここまで94%ですか、達成したということについて、本当に敬意を表したいというふうに思っております。 でえもうルールさまざまなあのご意見がありましたのであの私も,もう割愛をしてあの、えー、質問させていただきたいと思ってるんですけども、まあ、本当にあのこのオンライン申請についてはですねこのオンライン申請をすることによってスピーディーな給付が受けられるということでもう本当にあの、えーまあ、マイナンバーカードをお持ちの方々にとってはですね あのやっぱりカードを持っている一つの利便性がここで発揮されるというようなことでですねまあ私たちとしてもあのえー行政の電子化というものをもあの進めている一つの立場としては本当にあの期待をしたわけなんですけれどもやはりこの辺りのですねこの市民感覚とそれから行政の方々まあ特に国も含めてなんですけれどもその辺でのやっぱりかなりその 温度差といいますか認識の違いそういったものも非常に多かったのかなというふうに思っています、まあ、そういった意味で今後電子、えー、マイナンバーカードのー普及をさせていくという一つの考え方のもとにですね、えー、この日本のこのデジタル行,行政のデジタル化ということについて一、まあ、つのスタートラインに立ったのかなと共通の認識に立てたんではないかなというふうに思っています。まあ、様々なその えーまあ、情報漏洩とかいろんな、まあまあ、ネガティブな一つの考え方もあるのはあるんですけれどもいざこういう給付制度をやろうとしたときに世界の国々と比較したときにはですね我が国の,この今の状況というのは本当にいただけない、えー、そういった一つの感想を率直に持ったのは私だけではないというふうに思ってます、まあ、そういった意味で、えー、今後このオンライン申請等を踏まえてですね、まあ、どのように今後取り組んでいこうとされるのか。まあ 総合的な立場でお話しいただければありがたいと思います広瀬部長、はい、今、ご指摘ございましたオンライン申請でございますけれども、マイナンバーカードを使って、ウェブ上で申請ができるということで、非常に簡便なものとして期待をされた部分は大きくあったかというふうに思います。 ただし、まあ実際にはあのマイナンバーカードはあくまであの個人の認証を行うものであって、それを今回まあ世帯単位の申請に、えー、使ったということで、えー、まあ、いわばま白紙の申請書に一から書いて出していただくというようなことになって、まあ、非常に混乱が生じたのかなというふうに思います。また、あのおっしゃいましたように住民基本台帳とマイナンバーカード、えー、まあ、連動しておりませんので、えー、一件一件、まあ私どもの方で。 え、手作業で住民基本台帳データと突合するというような作業が当初え起きたということで、まあ、事務の負担も私どもにとっても非常に大きかったということでございます。まあ、た、だあのおっしゃいましたようにえ、今回まあこういったデジタル化まあ、電子自治体という部分でのまあ、えー、まあ、非常にあのトピックスになるような取り組みでありまして、市民からも大変え、注目を浴びて。 マイナンバーカードの申請が一挙にあの増えるというようなことも起きておりますので、まこれを機会にま便利なあの申請の制度とかそういったものを構築していくということは必要性がま明らかになったのかなというふうには思っております。私どもあのま今後ま今はあのマイナンバーカードの普及促進をあの知事推進室の方でさせていただいてますけれども、これに限らず他にも。 えまあ拡大の余地ございますでしょうしマイナンバーカード制度については国でもあの改善のあの検討されるというふうに聞き及んでおりますのでえそういった動向を注視しながらえ対応していく必要があるものというふうに考えております。佐賀委員はい、えー、よろしくお願いいたします。えー、私のほうにはですねあの直近でもですね、えー、まだあの入金がないんですと。 いうようなそのお電話があの結構あ,のありました、えー、よくよく聞いてみますとねもう2回ぐらい不備があってその不備のやり取りがスムーズにいっていないつまり不備があったということを指摘されてそれで例えば本人確認の書類とかをですね送ってるんだけれどもその送ってるのもすぐに遅れてるわけではないので。 もう本当にあの当初の一番この郵送申請を早い段階でしたにもかかわらずこれはまあどこまでも本人の問題なんですけどね要するに2回その要する不備通知を受け取ってそれで今現在8月の10まあもう今週か来週ぐらいですねの振り込み分にはなんとか間に合うんではないかなというふうなお話もいただいてるんですけども。 実際問題としてやっぱり高齢者の方々であまりこの書類に対するその認識の認識というかあの記入等々についてもですねまた添付書類についてもえきちんとこうできてるようでできてないというようなこともコピーをした場面場所がですねたまたまその本人の例えば免許証であればそのいわゆる番号とか住所がき切れ取るとか、ね。 まいろんなことがあったりしてでもう一方で言うとこれぐらいの書類でええやろみたいなところをですねあの本人が勝手にまああの思って出してしまっている方なんかもいらっしゃるということでさまざあまな対応していただいたと思うんですけれどもそういったこのいわゆるその順次不備通知をまあ実際に2万2000件送っていただきながらやっていただいていると思うんですけれども。 まああのこの辺の対応についてもですね、できるだけ丁寧にあの念案をしたいというふうにあの思っております。えー、その点お伺いしたいと思います。広瀬部長。はい。えっ、ー、とただいまあのご指摘ございました。まあ給付まで時間かかっているということにつきましては、まあ今ご案内ございましたように不備のものがございまして、えー、まあ速やかにまあ見るようにはしているんですけれども、大変数多い中でやはりまああの最初の不備通知を発送するまでにも時間かかってしまった。 それで返送いただいて、その中身を点検するのにまた数日を要するというようなことが重なって、大変遅くなっているというようなご指摘をいただいているのは事実でございまして、大変申し訳なく思っております。ただ、今おっしゃいましたように、例えば本人確認書類で免許証をコピーを送っていただくんですが、皆さん、コピーとかの仕方に慣れておられないので、コピーのガラスの縁にぴったりひっつけてしまうと、 え端っこ5ミリぐらいが切れてしまって、お名前欄がまあないような写しが送られてくるとかいうケースもございましたし、あとはあ本人確認書類で、マイナンバーがあの注目されたこともあると思うんですけれども、マイナンバーの通知のカードをですね、あれいはまあ本人確認書類にならないんですけれども、ああいったものをあの添付されている方も相当数いらっしゃいまして、そういったことをまあ丁寧にお伝えする上では、提携のフォーマットの文書だけではなくて、私ども、主職員がまあ不備通知は一件一件点検をしているんですが、 その中でその方に応じた、まあ、ここの部分が切れてますからあの全部映るようにやってくださいねとか、えー、これはだめなのでこういったものを出してくださいねというようなことを、まあ、時には手書きで補正しながら対応するなどをさせていただいてきたところでございます。でそういいった中で、まあ、不備につてても、まあ、あのかなり解消して えー、滞留しているというか、あのまだ申請の手続きしているのがまあ1%未満ということになってきておりますけれども、えー、さらにまあお渡しする時間を少しでも少なくして、えー、丁寧にあの対応させていただきたいというふうに思っております、どうぞよろしくお願いします。 さまざまなあの思いでもって、もともとこの特別定額給付金は私はもらわないというような方もですねあのおられたと思いますし、未申請の方々に対する取り組みもしっかりしていっていただくということはもう大前提なんですけれども、できる限りかぎり、丁寧な対応ということをコールセンターの方々にもですねえお伝えをいただきたいと。 でやっぱりあのもう毎日、いろんなそういう苦情をめいた電話がいっぱいかかってきてそれでまた、あのすからんことを言うようなです、ね、そういうい相談者もいらっしゃるかもわかりません、まあ、そういったことで非常にコールセンターになっていただいている方々は大変だと思うんですけれども、えー、できる限りそのあたりをです、ねえー、配慮していただきながら我慢強い、また忍耐強い対応をぜひともお願いしたいと思います。 それからあの先ほどもありましたけれどもま国に対する要望これもあの共通の認識でございますのでしっかり取り組んでいただきたいというふうに思ってますし私たち公明党会派としましてはこれはあの4月27日以降ですねいわゆる生まれるその新生児に対する給付ということもですね本会議でも質疑をさせていただいてまだ今後 えしっかりとまた局と局も含めて市としてもえ検討していただきたいということを求めて終わりたいと思います。はい。それでは他に質問はございませんか。田中委員。 田中委員、ません。あの私からも今ちょっと総合委員の方からもありましたが、あのオンライン申請についてお,きかお伺いしたいと思っております。あのまあこれ見ておりますと、えー、2月あ7月20何日現在でまあ2万5千件ほど。 ということやったというふうに思っております。また、都市ではいろいろと混乱があったので、途中で辞められたという年もありました。あのー、京都市はまあ、これ、まあ、最後まで今ずっとやっていただいているというふうに思っておりますが、まあ、あのー、これ、途中でまず辞められなかった理由とかいうのがあればお聞かせいただきたいと思います。広瀬部長。 はい、えとオンライン申請でございます、あの先生ご指摘のように、あの多都市ではもうオンライン申請、大変まあ混乱するということで、途中でやめられたところございますけれども、私どもはやはり、えー、と多くの皆さんにあの間違いなくあの早く申請をしていただいて、できるだけ早くお届けをしたいということもございましたので、やはり申請する手段は1つでも多い方がいいであろうということで、まあ、あの中身は、まあ、正直、まあ、手間はかかるんですけれども、まあ、その機会はあのそのまま続けさせていただいているというところでございます。田中委員 わかりました、まあ、あの私自身も、ね、あのちょうどマイナンバーカードを今年え昨年度末に申請したんで、ちょうど5月ぐらいにマイナンバーカードが手に入りましたんで、入って次の日に、まあ、そもうすぐ手続きをさせていただいて、ね、この2万5000件の中の1件なんですけど、本当にあの私自身は、あのまあ、やる方としては、まあ、あの簡単に申請できたなと、でまあ、後々聞いてみますと、まあ、行政の方の中でいろいろと手間がかかるんやと。 いうことも聞いておりましたしまあいろいろと課題はあったのかなというふうに思っておりますまあいろんな都市でですねまあ成功事例がわかりませんけど姫路市さんとかは職員の方がですねその鉄上手にその システムを開発してスムーズにやられたというところも聞いております。まあ、あのいただいた資料にはです、ね、まあ、そういった今までのこの給付のシステム、まあ、今後こういった給付があるかどうかはあのなかなか分かりませんが、やはりこういったことが起こりうる場合にです、ね、やはり今回、課題というのが行政の中で出てきたという形で政令指定として共同で要望を出されているということがありました。こういったこののの要望にいいいいてはどのようなことを出さされているかかまずお聞かせただだく広瀬部長 ごご案内ののの指定都市のえ共同でで要望でございますこれ、6月の26日にえ国の方に提出をさせていただいてますが、やはりまあこういったあの迅速に給付金を支給するため、まあ、全国一律でえまあ現金の給付をするということでいきますと、やはりまああの効率的なあのオンラインシステムの構築、それから 一元的な給付事務の仕組みっていうのが必要じゃないかと。やはりこういったことを全国一律でやるんであれば、国の方で言って一元的な給付の仕組みを整えていただきたいというようなことがあの要望の趣旨でございます。田中委員。 分かりました、まあ、あの今回、給付に関してです、ね、いろいろと要望もしていただいたというふうに思っておりますし、きょうとしてはマイナンバーカード、これ活用して、まああの、コンビニ等で住民票等も出,せて出していたりというのを進めていただいております。まあ、今後、こういったことを使って、ですねもっといろんなことに広げていただきたいというのが、私もいろいろと代表質問でもお話をさせていただいておりますし、まあ、あの本当に給付これあの、これから、 申請ねマイナポイントとが始まりますこれから増えてくるのかどうか分かりませんけどあまりしっかりとですねあの何に使うのかということもですね今後、この給付以外も。 増えてくるかというふうに思っておりましてそういったことも政令都市間で、ですねこういった活用のことも研究いただき、ですねできればまあ広めていただきたい、まあ、来年には保険所と合体するという話もありますし、将来的には免許証とも一緒になると、どんどんどん便利になってくるというので、行政があこちらの、えー、我々市民の方から使いやすい形をですね国にしっかりと提言をいただく、国から何かするのを待っているんではなく、しっかりと進めていただきたいと思いますし、私自身もこのことに関しては、しっかりとまたあの提言をしていただきたいと思います。 いきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。はい。他にございませんか。はい、宇佐美委員。あの、すいません、手短に。はい、どうぞえっ、ー、と。まあ、今後の取り組みのところで、こう、未申請者の鑑賞のところなんですけれども、これは、まあ、申請書の再送付を行うということなんです。具体的に、こう、どんな内容の。 このの文章を送られるのかなっていうのがちょっとあの気になってあれなんですけどっていうのがあの結構ねそのこれ受け取らなかったらあのそのまま京都市のものになるというふうに誤解されてる方もいらっしゃるのかなと思うんですけれどもこれ国に帰ってしまいますよね基本的にでねまあ京都市としてもまあ寄付をあの求めたりとかね市民の方にお願いしたりしてるわけなんですけれどもその,その辺この事情っていうのはあの理解皆さん頂い,いてるのかなっていうのは。 少し感じるところはありましてこの申請書に書いてくださいという意味ではないんですけれどもちょっとその辺はねこう例えばしかるべく例えば市長なりですねこう給付金を受け取ってもらって京都市で使ってもらうとか例えば京都市に給付してもらうとかこれ結構ねあの申請件数まだされてない金額とか結構な金額なんですよねあの合算すると。ですのでまあこれをこう有効にその活用いただくっていうことをですね いいいろろ発信もしてたたただけたらなとまただ言い過ぎるとちょっとねまたあれなんですけどねただあの全くその事情分からずに「いやもらえへんかったらもう別にそれはもうあの京都市が持ってるんやろ」みたいなねことではなくてあのやっぱりこう受け取ってもらって何らかの形でアクションしてもらわないとこう結局こう元に戻ってあの国に帰ってしまうっていうのはこれはちょっとあのどうかなと思うんですけれどもその辺は どう、どうお考えなのかなと、まあ、ぜひ、まあ、要望というかね、取り組みなり発信なりしてもらえたらなと思うんですけど、いかがですか。広瀬部長。はい、あの、未申請者への、あの、鑑賞という部分でございます。あの、現在は、あの、もう一度、まあ、今まで未申請の方につきましては、申請書をですね、当初に、発行したもの、それから、まあ、案内と。で、まあ、今、あの。 えっとまあ、9月の15日までですよと10万円ですよという、まあ、こういうチラシなんかを今、あの配ってますので、これを同封させていただくのと、あとあの、まあ、15日があの申請期限ですので、お忘れなく申請してくださいねというようなことで、まあ、申請の仕方ですね簡単な本人確認書類といりますのでというようなことを書いたお手紙を同封してということを考えております、ただ、ああ先生おっしゃるように、えー、とやはりまあこの10万円の給付金、あの家計への支援という部分でもございますので、えー、ぜひとも受け取っていただいて。 えーまあ、京都市内で使っていただくというようなことが非常に重要なことかなというふうに思っておりますので、今後、そういった視点も含めて、えー、広報活動の方を取り組んでまいりたいと思っております、まあ、よろしくお願いします。あのそれともう一点あの、まあ、国に対する要望の関連なんですけどね、<laughs> あのまあ、以前も議論あったと思うんですけど、ね、まあ、再確認なんですけどね、今回これ、70万件の口座番号の確認をされたわけですよね。 まあ、いや頑張っていただいて、本当に、ね、あのいろんなご意見もあって、私も言わせてもらったんですけど、この、えー、集まったデータはです、ね、今後、取り扱いはどうなるのかというところの確認をしたいんですけど、いかがですか。広瀬部長 はいあの今回、まああの、たくさんの個人情報、あの私ども、まああの、結果として集めているわけでございますし、講座のデータもあの入っているわけですが、これはもうこの事業でのみ、えー、使用するということで、えー、申請書類等は保存連携ございますので、えー、その間はまあ厳重に保管をさせていただく、でデータ等についてはまああの保管した上で、で、まあ、しかるべく時期にはあのまあ消去してしまうというようなことになろうかというふうに思います。宇佐美 まあ、あの結局ねその、まあ、私が言いたいのはそういったそのこれ行政のほんま、ね、の非効率な部分やと思うんです、ね、もちろん今これもらったデータをそのまま何かに流用しなするってこれはできないと思うんですがただやっぱり、ね、国に対してもそのこれ1億何千万人の人の、まあ、大体世代で言ったら。あの 1> 1世帯2人ですから半分やからもう5,000万件6,000万件という口座番号を手作業で自治体がみんなやってですねで、はい、終わりました捨てましょうそれはやっぱりねんぼ人がおっても足りませんよやっぱねそこなんと思うんですよなんかやっぱりねそういったところもその自治体としてはもうこれ事務としてやらなきゃいけないルールもこうだ、まあ、そうなんですけど実態としてはもうそういうことになってるんだっていうことやっぱり国でね しっかり認識してもらう、そして次につなげていってもらうということもぜひその今後、ね、機会を捉えてあの伝えてもらいたいなと、実際の、ね、現場の方から伝えてもらいたいなと思うのです、まあ、もちろん私でも、ね、そういうのを当然言うてるわけなんですけれども、その辺については、今回の分についての,そのご認識というかね、まあ、今後どう,どういうふうに言っていただけるのかなというのは、ちょっとお考えをまず教えていただきたいんです。広瀬部長 あのまあご案内ございますように。大変なあの、膨大な情報をまあこの短期間に集めております。で、それがまあ、あのこのまままあどっかに。 ほか、えーまあ、に活用することなくというのは、まあ、今回の制度の仕組み、仕事の仕組みでいうと、まあ、そうならざるを得ないものではございますけれども、まあ、おっしゃるように、まあ、これだけの労力をかけたのにというのは、あのあのご指摘のとおりかというふうに思います、まあ、あの現時点で、まあ、今後、あのこういった業務で集めたものをどのように活用するのか、まあ、そ,のそのことについて、私の方であで今何か考えがあるわけではございませんけれども、まあ、ご指摘というのは趣旨も踏まえて、まあ、やっぱりこれだけの、あのどうですかね、えー 労力を割いてでまた市民の皆様にもあのご迷惑をおかけしてお手間をかけながらやってきたものですのでこういったものがまあ一過性で終わってしまうということの,、まあ、あの残念さというかあのそれはあのその通りかというふうに思いますので、まあ、ちょっとそのあたりも踏まえてあの今後のことは考えていきたいというふうに思います、はい他にございませんかなければ次に京都マラソン 2021の開催方針についての報告を聴取いたしますなお理事者の説明は省略いたします何か質問はございませんかはい、西野副委員長、はい、西野副委員長 えっと、失礼しましまた <laughs>、えっと、今回のこの取り組みについて、ね、あのこれまで参加されてきた方々とか参加する予定の方々とか、まあ、あの近所にもおられますのでご意見お聞きしてきました。 まあ今回の取り組みについてあの幅広く皆さんにお知らせをして、えー、次のお記念すべき大会をお終わらせないというような立場で、ね、進めておられるということについてはあのご努力大変あ,のありがたいなとは思うんですけれどもその中であのいろんなご意見をお聞きしてきました。 である方はなんでオンラインなんやと <laughs> おっしゃるわけですね。であのー、例えば気軽に参加という点ではランニングアプリのタッタとかランネットが利用できる人には有効だけれどもまあマラソンは好きだけれどもアプリが使えないとおっしゃる方も結構あるんですね。で今回のようなな参加しやすい形になれば 高齢者の方でも、ねえー、参加しやすいということにはなるんですけれどもただ、えー、そういった方々の中でネットが使えないと声アプリが使えないという方は切り捨てにになななるんんじゃいいかなというふうに思うんです、まあ、私自身も反対ではないんだけれどももうちょっと何か工夫がなかったのかなというふうに思いますしまあ以前委員会でも紙媒体での申し込みね以前ありましたのでそういう 工夫も必要だったんじゃないかなというふうに思いましたでそういう点での相談今のところはあるのかないのかまずそこのところをお聞きしたいのと何か工夫はされているのかそこをお聞きしたいんですがはい対馬京都マラソンワールドマスターズゲームズ担当部長、はい、えー、っとですねあの、えー 一応、あの概要あの7月31日に京都マラソン実行委員会あ行いまして。ま、あの新聞等でもあの今回オンラインマラソンで行くということが、まあの発表があの新聞報道もあった状況です。の。それを受けて、あの今のところあのそういった形であの何て言うかね？あの。 まあ高齢者の方、そのアプリがない方があの,の参加等の問い合わせというのは特に今のところ、えー、ございません。でですね、あの一応、工夫という部分であれなんですけど、やっぱりあの今回、もともとはやっぱりなんとか42.195キロの京都に集まっていただいて、走っていただけないかということもあの検討は当然してたんですけど、まあ、あのこのコロナ禍の状況でありますとか、 あと、他都市の状況とか、あとあの、まあ、いろいろな大会実施にかかるガイドラインなんかも検討する中で、やはりちょっとまあ集まっていただくのは難しいであろうというようなことで、あのこ今回、オンラインのと方でやるということを決定させていただいたところでございます。そういった意味でではは今回あの取り組みの中身ととししましてはあの各自でコースとか あと距離の管理、お願いをするというような形で42.195キロを走っていただいた結果につきましてもオンラインデータで把握するというようなシステムになりますので申し訳ないんですけど一応、ランニングアプリと連携できるランニングの時計ですね時計であるいはもうスマホの方に。 えー、アプリをダウンロードしていただいて、えー、走っていただくというのがまあ,あの、えー、でお願いをしたいというふうに考えております。あのなおあのそういう形のご意見の中で言いますと一応ちょっとまあ,あの来年2月の21日もともとマラソンを開こうとしていた日にはあの西京国の方で、えー、ランニングのイベントなんかも開催したいと思いますのであの当然そちらの方は。あの えー、スマホとかなくても参加いただけますのでそちらの方もあもぜひ検討いただけたらというふうに思っているところです西野副院長、あのー、京都市がいつも言われる SDGs ですねこれは目標は誰一人取り残さないということなんですねだからやっぱりそういう立場ではいろんな立場の方々おられると思いますので、あのー、大変難しいかもしれませんけどそこの辺の工夫は 必要じゃなないいかなと私は思います、えー、そしてまたあの別の意見もお聞きしましたあのオンラインマラソンに参加したいという方も参加する予定だとおっしゃる方なんですけれどもゴールがあっての達成感だとマラソンはね、えー、沿道の声援があって盛り上がっていくしあのオンライン開催とこのフルマラソンっていうのは全く別のものだというふうにおっしゃっておられました。 でまあ、コロナの下でね、この苦肉の策、大変努力された結果だというふうには思うけれども、検討の余地があったんじゃないかなというご意見もありました。実際に、まあ、発しておられる方はそうなんだろうなというふうには思うんですけれども、まああの、その辺の検討の余地、まだあるんじゃないかなと思いますので、これからまだあの日にちもありますから。 あのしっかりその辺も検討していただきたいなというふうには思いますけれども、その辺の検討はいかがでしょうか津島部長。はいえー、と一応、今回の実行委員会の方でも、あのまあ、今回、オンラインマラソンと、あと西京極のランニングイベントの2本立てでいくという方向性の方を確認させていただきまして、あの改めて具体的な内容につきましては、検討を詰めまして。 一応今9月頃と思ってるんですけど、あの改めて実行委員会の方に諮るという予定にしております。あの今いただいた意見ですね。あのその辺まあ,あの確かにあのたくさんの方に今回参加いただきたいという思いであの企画をしておりますので、あのちょっと剣道の方は重ねていきたいというふうに思います。あのただあとあの今回まあ,あのランナーの方にとってはえ確かにまあ,あのゴールがあってとかあと途中制限あってっていうのが、え。ー オンラインマラソンはまあ全く別物だというご意見、あのー、確かにあのそういうご意見をお持ちの方もあられると思います、ただやっぱりあの今で言いますと、あのこのコロナ禍で言うと、やはりまあ声援の方もあんまり、えー、3密の対策はなかなか難しいとか、あと大きい声を出したらいけないとか、そういうような状況の中で、今回、こういう取り組みをしようと思っていますので、えー、ちょっとそのへんはまあご理解いただきたいなと。 いうこととあとちょっとこれもまだ案の段階なんですけどあのちょっとおっしゃってるんとあのそのままな答えにはならないんですけどあのゴールにつきましてはあの2月21日を、まあ、あのランニングあのオンラインマラソンの期間の最終日に当てたいというふうに思ってまして一応錦王国の球、えー、競技場の方にですねあの マラソンのゴールゲートを設けまして、もしあれやったら42.195キロ、最後、数キロ残しておいていただいて、当日来ていただいて、まあ、走って、ゴールをくぐっていただいて、まあ、写真を撮ってもらうというような、まあ、あのそういったような、あのちょっとまああの本当のマラソンとは違うんですけど、そういった形の取り組みなどは、ちょっとやっていきたいというふうに考えていますので、またあの検討いただけたらというふうに思っております。西野副委員長 ぜひいろんな工夫が出てくると思いますのでまた引き続きの検討をよろしくお願いしますで最後なんですがあの景品があると思うんですねでその景品についてなんですけれどもやはりかなり大量の景品が必要になってくるというふうに思いますがその大量の景品をね作るにあたってはやっぱり市内業者を対象にして、えー 市内のその業者の仕事作りという面からも、ね、しっかり支援していただきたいなというふうに思います。手っ取り早くもう大量だから海外にというふうなことにならないようにぜひそこの点の,あの検討もよろしくお願いしたいというふうに思いますがいかがでしょうか。島部長 はい、あの参加者等につきましてもあの、これからの検討にはなるんですけど、一応やっぱりあのオンラインで京都マラソンということを実感していただくためには、まあ、あの京都らしさというものも必要だと思いますので、そのへんもあの考慮しながらあの、参加者等を検討していきたいというふうに思っておりますはいそれでは続きまして、委員はい曽我委員。はい はい、どうぞ、えー、それではよろしくお願いいたします。あの、えー、前回ですか、ね？あのまあ、確かにあのこの京都マラソンの第10回の記念の大会ですので、何、えー、としてもまあ、様々な可能性をこう。あの求めながら。 え開催をしていただきたいという立場でお話もさせていただいてまあ私自身としてはあの残念な気持ちもあるんですけれどもまあこの実行委員会が決定をされたということについてはさまざまな観点からえ議論されそしてまたえ今このコロナ禍の中でのいわゆる安心安全な運営ということを大前提でこのように決められたと思いますので。 あの一定これはこのごい、えー、尊重したいというふうに思っております。でその上でですね、えー、まず何点かこの確認をさせていただきたいのがですね、えー、多都市でもですねあの実施されてると思うんですけれども多都市の実施事例、えー、その辺りのですね評価、えー、またそれを受けてまたこの京都市も取り組もうとされたと思うんですけれどもその点についてどのようにお考えになってますか。島部長 たと、ね、あの,あの1万人以上規模の、えー、マラソンであるとか、まあ、あの小規模の大会もあるんですけどあの何個かあの今回オンラインマラソンされるということであの発表の方をされておりますあの1万人以上で言いますとあの東北宮城の復興マラソンであるとか金沢マラソンであるとかあと新潟シティマラソンの方うも、まあ、オンラインで取り組むということであと、まあ多分あの、他も検討されているところがあるのかなと。 いうことで、えー、考えておりますあの、まあ、評価あのただあの、一応今から、えー、ようやく始まるというようなところでございますのであのやはりいろいろ定員設けられているとことか設けられていないとことかあと金額設定であるとかそういった部分なんかにつきましてはあのこれから参考にあとまあ出場者はどれくらいあったのかと。 いうようなことも含めて、あのー、これからもあのちょっと参考にして、えー、いいものを取り,取り入れていきたいというふうに考えている状況です祖外委員、はいあの、そうするとあの、ちょっと私も認識があの間違ったのかもしれないんですけど、まだこのオンラインマラソンというのは、まだどこも実施してないということでよろしいんでしょうかあのもしも先行して実施したところがあれば、 そこがどのような一つの,この評価をされたのか、えー、その辺をあのもしも実施事例あればということでちょっとお尋ねさせてもらったんですいかがですか對馬部長はいえー、とですねあの一番まあオンラインマラソンこちらもあの初めて知った機会があの3月の,あの名古屋ウィメンズのマラソンで、えー、一般ランナーはもう走らないという決定をされてもうあれはもうすでにええー 決定が寸前でしたのでもう商品とかも当然用意されててあの、まあ、その方について、えー、まあ過去時自、えー、近くを走っていただくと好きなところを走っていただくという形であのオンラインマラソンをされましたあの一応まあ,あのその方々はもう全部 42.195km 走るつもりであった方々ですのであの参加率というかまあ乾燥率というかそれもまあ,あのかなりの,のほとんどの方がえー 時間長にまあ42キロ走られてあの商品の方うを受け取られたというふうには聞いておりますあと、えー、先ほど申し上げましたんで言いますとあの東北土産復興マラソンが、えー、ちょうどあの8月1日から15日の間でまあ,あの東北土産は3回に分けて実施されるんですけど一応ちょっと今1回目はちょうど始まっているところですのでちょっとまたその辺は情報収集を務めたいというような状況でございます総会員はい えーまあ、しっかりあの今、あのー、ご説明の中でもですねそれぞれの各地域がまた大会の委員会があの苦労されてやってらっしゃるというふうに思うんですけれども、あのーまあ、やり方はね今後またもうちょっと議論していただければありがたいというふうに思うのは今おっしゃったように例えばその、えーまあ、二段構えにするとか例えばその地域ごとに例えばその 空ごとの単位で何かそういう一つのイベントができないのかそういうようなこの分散化した形でのですねこれはまあ実際柱走る走らないというのはこれは基本はオンラインで結構なんですけれどもあの開催の形をですねモデルをさまざまに提案をしていただきたいなというふうに思ってます。実は私もあの去年からですねあの京都マラソン まあいつ参加できるかわからないけれどもまあな,んかなんとかそういうものにチャレンジできるようにと思って結構あの今走っておりますでおかげをもちましてですねえ運動不足が解消されましてえ体重も見事にガクッと落ちましてですねえ知り合いからはなんか病気になったんちゃうかというようなことを言われてまあ誤解を払拭するのにもそれなりに説明を求められているところなんですけれどもまあ大変あのー 最初はねその歩く例えば1 0キロなんかを目標にしていろいろ取り組むんですけれどもだん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 その歩く距離よりも走る距離が増えてくるとでそうするとあの何て言うか時間を気にするようになってくるんですね。こ今度は例えば1時間20分を切ろうとか1時間15分を切ろうとかっていうような自分の中でさまざまなあの設定をしながらですねやります。でそういった時に そのアプリは非常にあの有効なんです,ねですからいろいろ議論ありますけどもこのえアプリを活用してそれで自分自身の,そのえタイムアタックというかそういうものをこう積み重ねていくそしてそれが記録に残るそういったことを通して私はまさにこのえコロナ禍における運動不足の解消とかですね そういったことにには非常にこう貢まああのそれぞれあのランナーの方々の熟度によって考え方が違うということは、まあ、当然のことなんですけれどもそこで、えー、例えばこれ大会の参加費用ですけれどもこれはもう,もう、えー、議論されてると思うんですけれどもその辺りはいかがですか。間部長はい、えー えと参加費用ですけどあの、えー、とちょっとまだあの今あの、多都市のマラソンを見てますと、えーまあ、2000、3000円ぐらいの、えー、マラソンが多いんですけど一応今回、あのまたあの、えー、つなぎの意味つなげていただく意味でもあのちょっとまあ共産企業の方もあのお願いに回ろうかなというようなことも思っておりまして一応まああのそういった部分の、えーまあ なんですかいただける見込み、えー、全体予算、そういったものをあの事業を固める中で、えー、計算をしまして、あのそれで、まあ、あの参加費用の方を固めていきたいということで、あの今ちょっとまだあの決めれていないところでございます。曽委員。この無料あのー カッターはこれ無料アプリだというふうにも認識してるんですけれどもあの、まあ、そういう意味では大会の参加費用というのは一定あの必要になってくるだろうという,う思ってますのでその点もよろしくお願い議論していただきたいと思ってますそしてまたあのやはりやるんであればやっぱり参加者のですね例えばその目標というかそういったことについてはどのあたりをこう考えてらっしゃるのかもしお答えできるんであればいただきたいと思います。 島部長はい、えっ、ー、と今回ですねあの先ほどもありましたようにやっぱりもともとマラソン大会に出るようになランナーの方にとってはちょっと、まあ、新しい取り組みすぎてちょっと、まあ、あの本来のマラソンかというような話も出てくるような状況なんですけどあの今思ってますのがあの今回やっぱりこのコロナ禍であの明らかにまあ河川敷とか見てもあの新たに走られた 始めたばっかりの人であろうという方であるとか歩いている方、あの明らかに増えているような状況がございます。で、まああの健康づくりの部分でいうと、そういったあのランニングを始められた方が、えー、今後も継続して走っていただくというようなことで言いますと、あの今回のあのオンラインマラソン、えー、42.195キロ、まあだいたい2ヶ月間の間合計42キロ走っていただいたら感想というようなまあ,あの緩やかな、えー、大会ですので。 そういった方にぜひ参加いただきたいというふうに考えておりましてあと、年齢制限で言いますと18歳というのが今まではあったんですけど今回別に親子で参加いただくとかそういった方法もございますのでそういった意味を含めて将来、また42.195キロの京都マラソンに出場したいなという方を増やす取り組みが今回のオンラインマラソンのスタートかなと。 というふうに思っておりますので、あのちょっとその辺を意識して、えー、取り込んでいきたいません、すいません、えー、とそれでですね、目標、えー、人数なんですけど、ちょっと一応あの、今回あの、今のところあの、定員は設けない、えー、形で思っておりますので、あのできる限り多くの方に参加いただきたいというふうなことで思っておりまして、ちょっとあの具体的に今あの、人数が持てている状況ではございません。諸外院はい えー、分かりました、あのー、やっぱりあのそういう一つの大会は大会であるわけでその大会をです、ね、オンラインだからなんとなく知らんう,うちにあの始まって知らんう,うちに終わっていたということではなくって、えー、しっかりとこの参加者目標なんかを設定していただいてです、ね、も目標を設定したら例えば教育委員会にも要するに要請しようそれからまた えー、高齢者の団体さまざまなところにもですね、えー、地域団体にも要請しようと、まあ、いわゆる参加を促進をしていくという、まあ、そういう意味でこの京都全体でこうまずしっ,かあのしっかり取り組み参加者を増やしていくということは私は非常に有意義なことではないかなと思ってますし是非お願いしたいということとそれからあの保健福祉の方で生き生きポイントなんかありますよねでそうういったこととうまく連動させながらですね。 その、えー、大会に参加しそしてその距離も含めてそれがポイントにこう還元されるというようなこともあの十分可能な一つのシステムではないかなと思ってますのであのそういったところをです、ね、ぜひかん、えー、検討してもらいたいそれからあのランニングイベント等については当日、まあ、こ,れからこれもこれからいろいろ議論されると思うんですけれども。まあ あのー、その日にそ,そこに集うということに何かしらのですね何、えー、て言いますかねあのインセンティブというか何かさっきもおっしゃっていただいたようにそのゴール運々という話もありましたし、まあ、そのこともそうなんですけれどもその実際42.195キロを、まあ、いろんな形で達成した人たちを何か招いて。 そして、えー、次の参加につなげていくつまり次の、まあ、いわゆる本来のマラソンに参加してもらうというような形の,あのいわゆる意義づけ等々にもなっていくのではないかなと思うので、まあ、その辺もあのぜひ工夫して取り組んでいただきたいまだ時間ありますのでその点、えー、しっかり議論していただきたいと思うんですけれども、えー、ご答弁いただいて終わりたいと思います。島部長 えー、ありがとうございますあの、えーまあ、あの人数の目標当然あの今後、えー、立てさせていただきまして、えー、いただいたの学校であるとかいろんなところあの今回あの先ほど申し上げましたようにあの今まであまりこうマラソン大会に、えー 出る予定のなかった方なんかをターゲットにしたいと思っておりますのでそういった方は自分からマラソンのホームページ探しに行ったりしない方が多いと思いますのでそういった意味ではこちらからの周知というか広報十分にする必要があると考えておりますのでその辺はきちんと取り組んでいきたいと思いますあとはあ生き生きポイントの連携についても関係局と協議して進めていきたいと思いますあとはああ当日のランニングイベントの関係ですけど あのちょっと密ああの,の関係がありますので、人数制限とその,のあたりも含めてえ検討する必要はあるんですけどやはりまあたくさんの方、目的を持ってあの楽しんでいただくということが必要と思ってますので、きちんと検討して、いい大会に、いいイベントにしていきたいと思っておりますそれでは続きまして山岸に。 それではよろししくお願いいたします、えー、と私もあの以前にあの一般質問であの京都マラソン、来年どうされるんですかということであのお尋ねをしておりました、いろいろと検討されて、ですね今回の結論に至られたということについての,あのことについてはあの敬意を表したいなと、でもこういう形になったことについてはやむを得ないんではないかなというふうに思います、であの質問をさせていただきたいんですけれども、 あの先ほどあの9月頃にですに詳細を詰めてあの出されるというお話がございましたけれども、先ほど、総我委員からもですね参加費のこととか、いろいろお尋ねもございましたが、例えばあの今後のスケジュールですね、大体、開催方針ということで出てるんですけれども、 どのような形で考えておられるのか、最後はあの来年の2月21日ということは決まっているんですけれども、そのあたり、ちょっと主なあの日程が大体、えー、お決まりでしたらです、ね、教えていただきたいなと思います土島部長、はいえーとあの。今後のスケジュールでございます。あの一応あの先ほど申しし上げましたように 9月の実行委員会の方で、中身の方を固めていきたいというのがまず一つございます。あと、これも今、いただきましたように、最終日は2月21日ということで、オンラインマラソンの方は今のところ、1、2ヶ月で、なるべく長い間、期間を取りたいと思いますので、年明け前後ぐらいからの期間で、オンラインマラソンを実施するということを予定しております。 あとまあ9月に中身が固まりましてやはり参加賞の作成とかそういったものにも時間当然要しますので先ほど申し上げましたように定員を設けないということであれば定員をある程度参加者をある程度把握した上えで参加賞の方準備に入るというようなこともありますので今思っておりますのは そういった形で9月、えー、発表したら、なるべく速やかにあの募集の方を始めていきたいというふうに、えー、考えております。今ちょっとあのスケジュール関係であのお答えできるのは以上になります。はい。山岸氏員。はい、えー。それからですね。あと、えー、このオンラインマラソンにこうかかる予算って言うんですか。だいたいどれぐらいあのになるのか。まあ今回、えー、と。 来年やるとしてですねあの予算計上されてたのが1億9200万円でしたかねそうなってましたけれどもえこういう形にされることによってどれぐらいの予算になるのかまたあのこれまでですねあの来年やることであの,のつもりでですねえーマラソンの準備をされてこられたんですけれどもこれまでに準備にかかった費用なんかは 今あの、出ているのかどうなのか、その辺教えていただけますか島部長、はいえー、あの予算規模ですけど、これから、まあ、内容を固めてあの決まっていく部分があ多いんですが、あのただあの、えー、例年で言いますと、あの全体の事業規模で6.6億円ぐらい、えー、かかっておりまして、あのそのうち、あの 大会の運営費用であるとか安全対策費あ,のあとエントリーとか記録の関係の費用がそのうちの85%ぐらい5.6億円ぐらい占めておりますので基本的にはそういった部分が今回行動に出ないというような中で言いますと必要なくなるのかなというようなことでありますとかあとやはりそれと別に広報費用とかもあるんですけど広報のああもやり方はこれからになるんですけど 今までよりは減るのかなというふうな想定はしております。ちょっと具体的な数字につきましては今後という形になります。あとのこれまでに発生した費用の関係ですけどいろいろ業者との企画一応今回オンラインマラソンでやるというのを決定したのは今ということでこれまで 通常通りのマラソンを行う可能性の中で準備を進めている部分はありますので、ちょっと金額的な部分、すみません、今、把握できていないんですけど、のその部分についてはあの発生している部分はあるんですけど、ただ、発行物とか、そういったあの見える形の部分についてはあの遅らせれる分遅らせてきていますので、発生していないというような状況になります山岸。山、はい それからあの先ほどもあのその大会の工夫という中でいろいろ生き生きポイントの連動という,ようなお話もございましたけれども例えばあのちょうどこの2月の時期になると例えば小学生であればあの大文字駅伝でございますよねで大文字駅伝もこれどうされるかというのはちょっとよくわからないんですけれどもこういうコロナの時期でですねでまた最近あの小学生も感染が出てきているというような状況もございまして まあ大会をされるかかかどうかも分からないそういう中にあってですね例えばそういうあの大文字駅伝というたら本当にあの京都市の小学生のも憧れの舞台であってですねまあそういうところとまたいろいろ話をしながらね例えば何か子ども用のなんかそのどういうんですかねこういうマラソンっていうんですか駅伝になるんか分からないんですけれどもそういったものも取り込んで先ほどの趣旨ではやはりまあ 本当は10回の記念大会ができればですねまたさらに弾みがついてということだったんでしょうけれどもまああの今後の,やっぱりあのマラソンをこう長く続けていくためにもですねここでいろいろな候補というんです,かう員ですかマラソンの存在を知っていただいて次につなげていくという意味もあると思いますのでねもっとこのオンラインという,あのどう,いうですか開催形態をあのうまく活用しながらね えそういうまあ小学生のそういう大文字駅伝なんかのと,との連携なんかもですねひょっとしたら考えていくなりしてで子ども用のなんかそのえどう,うですか大会の在り方っていうんですかねそういうようなこととか例えばお年寄りとかです,ですねいろいろなあの多様なあのどう,うですか年代層のそういうあの大会の在り方っていうのを考えていただきながらねまあ無理のない形でえ幅広く そのオンラインマラソンを楽しんでいただくというようなこともです、ね、ぜひとも検討していっていただきたいなと思うんですけれども、その点はいかがでしょうか豊島部長。たくさんの方に、えー、もう年齢層関係なく、えー、楽しんでいただきたい、参加していただきたいという思いですので、ちょっと,あのちょっとこれからどういったものと、えー、連携できるか含めて、あのきちんと。えー 検討してていいいきたいとういうふうに思っております山岸それからですね、あの参加自粛を、えー、この前の大会で求めて、それに応じたあの中,学中国の在住ランナーがいらっしゃると思うんですけれども、その人数は何人いらっしゃったのですか、それをまずお聞きします津島部長。えと人です山岸。で えと2022年の大会の出走権を参加料不要にするというようなことであの扱いが書いてあったんですけれども、まあ、現在、ですねコロナで国同士のこの行き来が大変な状況でもございますし、まあ、2年先まで出走権を延,長延期するというのではなくてですねなんかどこかのタイミングでも早いことこういう伸び伸びの,びの,びの 状態っていうのはやっぱり、か解消せなあかんのちゃうかなとも思うんですけど、やっぱり相手方もですねいろんな状況変わってきますしね、2020年まであの延期しますっていうような形では、先方さんもあのどういうふうに受け止めはるかなとも思いますんで、そのあたりもですねやはりあの考えてえいただきたいなと思うんですけれども、いかがでしょうか島部長。はいあの、えー 一応、今回1年間、権利の方を延長ということでさせていただこうというふうに考えているんですけど、ぜひ来て走っていただきたいという思いの中で、そういう提案というか、考えておる中ですけど、今いただいた意見も踏まえて、ちょっと返金、そういう形が取れるのか含めて、ちょっと検討はしたいというふうに思っております。山 まあ一旦そういう参加料を返還するとかね、そういう形で生算した方うが、ズルズル行くよりはいいんではないかなとも思いますし、ぜひご検討お願いいたします。それからあとあ、趣旨、目的に、ですねえあのこの医療従事者への感謝で確保して、支え合い基金への募金というふうにあるんですけれども、このちょっと意味内容について、お尋ねをいたします島部長。はい、あのー これも、まあ、あの中身的にはもう少し冷たいというふうには思ってるんですけど一応、まず少なくともやりたいと思ってるのはあの2月21日のランニングイベントではあの募金箱を設置して、えーまあ、参加者というかあの来られた方に、えー、広く募金を募りたいということであるとかあと、まあ、あのオンライン今回利用しますのであのそういった中でもあのこちらの方 についいいてても募っていきたいとちょっとあのシステム的な部分はちょっとこれから詰めさせていただきたいと思っております山岸わ、はい、かりますので最後になるんですけれどもあのこういう形でえいろいろあのアプリなどをです、ね、ネットを使ってです、ね、いろいろやったりアプリを使ってやったりということになるんですけれども、まあ、これまでもあの海外の,あのランナーの方々だんだんこう増えてきているような状況ですけれども。 今回、やっぱりこう国内だけにこう限るような形になるんですから、どういうような大会運営になるのか、最後お尋ねして終わらせていただきます土馬部長。資料の2ページの方にも、テーマの中で、世界中どこからでも参加できるというふうな形で書かさせていただいてるんですけど、あの今回、 海外ランナーの方にあの京都に来ていただいてえ実際走っていただくのはあのかなわない状況ではあるんですけどあの今回のオンラインマラソンについてはえ多くの方に参加いただきたいというふうな思いでおりますあのアプリの方があの一応このタッタというアプリはまあ日本語仕様にはなってるんですけどあの多言語対応の,あのこう世界的に有名なあのアプリとの連携とかそういった形であのデータをタッタの方に取り込むようなことも可能ですので あのきちんとそういった方法を含めてあの海外の方にもアナウンスしていっての参加の方を募っていきたいというふうに考えております。はい。他にありますか。あ、そしたら田中委員も。そしたらここで一旦換気をします。三分ほどお待ちください。 それでは、引き続き京都マラソン2021に関する質問を質疑を行います。田中委員どうぞ。え、すいません。あの、私の方からもちょっとお伺いしたいというか、まあなかなか。まあ、オンラインでマラソンというのをイメージがわからなかったっていう部分があるんで、まずはあのよくマラソンというか、そういった大会で走られている対馬部長、こういったことをやられるということで,ですね。どのような感想をまず、どういったイメージを持たれたか、その辺まずお聞かせいただきたいと思います。 えー、っとですね、あのまあ、今回、オンラインマラソンということで、あの一応、ランナーの方も、やはりもうことごとく大会の方が今、えー、中止になっているということであの、やはり目標がそういった形、ちょっとオンラインという形ではあるんですけど、やはりそれぞれであの取り組み、目標を達成することによって、えーまあ、参加賞、感想賞とかも、あの 得ることができるということで、やはりあのまあその部分で言ったら、賛同いただける方も多いと思いますし、僕自身もあのぜひ参加したいというふうに考えております田中委員。わかりました、あのそれでこのオンラインで大会した場合ですね、これ、順位とかそういうような部分とかですね、そういったまああのまあスピードだけじゃなく、いろんな形で、ま、あ 編み図面性をも出してですね。いろんな順位がつけることも可能なのかなというふうに思うんですが、まずまあこれまあスピードで順位はつけないというイメージでよろしいのか、その点をお聞かせいただきたいと思います。島部長はい、えっ、ー、とあの今回、あの何回かに分けて走ることも可能というような大会ですので、あの順位の方はつけないことで考えております。田中委員え、今あの何回も分けて走るということも聞かせてそうなりますと。その分けて走るからですね。すごく逆に。 あの参加しやすい部分でですねいろんなことが考えられるんじゃないのかなというふうに思いますし僕もあのかつては2回大会に参加させていただいて1回はまあ途中でリタイア1回は完走はさせていただいたんですけどやっぱり1回目の時やっぱり普段練習してへんと足が動かへんなるとそういった部分ですねこうやって分割できるんやったらやってみようかなというふうに思いますしその分割することによってですねまたいろんなまあ えまあ時間をぴったりしようとかそういうのがあるのか分かりませんけど、逆にね、アミューズメント性を持たせて、ですねまあ京都はすごい面白いなんか、今回はせっかくあのこういうのはコロナ禍なんで、やるんやっていうのであ、のあのやっていただいたらなというふうに思いますし、これ、またあのランニングマシンとかでもこれ、測定できるのか、そのあたりもお聞かせいただきたいと思いま對島部長。はいえー、あのアミューズメント性につきましてはあのー 確かにあのたくさんの方に、えー、盛り上がっていただく点でもあの重要かなと思いますのでちょっとどういったことができるかあの早急に検討の方していきたいと思います。あとはあの、えー、ランニングマシーンの関係なんですけどあの今回えーとどうしてもあの ランニングアプリの方がですね、あの GPS の方機能を使って距離を測定するということを考えておりますので、あの現時点ではやはりあの地図というか外を走っていただいて、その42.95キロを移動していただくというのはあの原則になるかなというふうに考えております。田中委員、わかりました。まああのそれではですね、まああの今回大会でまあ走れない中でですね、逆にまあまあモデルコースと言いますか、まあこういうコース走ってみたらどうやっていうのをですね、まあ あの別に毎日、同じ人がそこ、同じ日にみんなが走るわけではないんで、モデルコースがあってもいいのかなというふうに思いますま。私、西京区住んでるんで,で、西京区の中には、モデルコースが2つ設定していただいておりますし、そういったものを利用してですねやっておられる方もおられますま。私も毎朝散歩しておりますと まあ高科の学生や大学生の選手がですねまあ毎日練習されている光景もありますし、またこれ、休み入りましたので、子どもたちが駅伝等の練習もされているのもあります、そういった部分、ですね逆に京都でやるんやったら、ここで走ってみたらこれぐらいの距離があんねでっていうコースをですねまあ西京国は今ありますが、それ以外、もし鴨川を走っておられる方もあると思います、そういった部分、また宝ヶ池走っておられる方、はいろんなところで、すねみんな自分の近くで。 練習されている方、またジョギングされている方、あると思います、そういったところですね、これぐらい走ったら、まあ、目標ではないですけど、1キロというのはこれぐらいやでっていう部分をですね設定されたらどうなのかなと思うんです、そのあたりなんかお考えあれば、お聞かせいただきたいと思います嶋部長。今、いただいた意見、あの確かにあのそういったあの基準、基準で目標も立てやすいですしあの、重要かなと思いますので、ちょっとあの前向きに検討のしていきたいと思います。 あとはの今回、やはりオンラインということであのまあ全国というかまあ世界どこでもというようなことであのランナーの方にもですねあの自分が走ったコースをあのタッターを通してあの投稿するようなシステムもありますのでそういったものであのいろんなランナー間でも情報を共有してまああのそこ行って走ってみようかなというようなことも含めてあの盛り上げにつなげていきたいというふうに考えております。田中委員 かりました私もまだアプリ入れた段階でどういったことができるのかっていうのは分からないんですけどまあぜひともこういった部分をやられるんでしたら本当にあの挑戦はして改めて、ね、僕一回感想したんでもうええわと思ってたんですけどあのこういったことがあるんやったらまた改めて挑戦もしながらまたこういったことを使うんやったらですねいろいろと。 まあ面白いまあ、最初に言ったとりに、ちょっと面白いこと、まあ、最近のような VR とか、まあ、なかなかね、あんなゴーグルはめて練習する人はいいと思うんですけど、まあ、そういうのもできたらなっていうのはありますんで、やっぱり今回、やっぱり京都マラソン、しっかりと、あ面白い取り組みしとるなとあ、全国でこんなことをたとしてもやってみたいな、こういう取り組みできんにゃということですね先駆けて今回、していただきたいと思いますし、まあ、まあ今後、いろいろと、まあ、e スポーツとかそういった話も出てくる、そういった部分でいろんなことのせいをですね、 今後、検討会、次、9月に実行委員会されるというふうにお聞きしておりますんで、その中でも京都市では、まあ、こういった議員さんもこんなこと言うとったでということもです、ね、あの加味していただきながらです、ね、検討を進めていただきたいと思いますし、ぜひとも楽しい大会になるように進めていただきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします、はい、それでは続きまして、六田副委員長。 ははい向田副委員長、はい副長ただご意見がありましたただですね、基本的に皆さんが所管されている文化、芸術、スポーツ、これはなかなかですね、費用対効果といいますか、なんか、利潤を生むということにおいては、 日本の国では大変難しいと言いますか遅れているところ特にスポーツでですねプロスポーツがあってもそれが経済につながっていくっていうことがなかなかできてないのが現実ですしであるがゆえにまた可能性があるわけですね産業として。で今回はこういう感染症が。 広がっていく中で10回目を迎える大会をどのようにやっていくしていくかということで大変苦心があったかと思います。で,そういう中で導き出されたのがあ,、まあ、ある意味バーチャルな大会です、ね、で、他にもあの何件かこういうことを取り組んでるというのは今までの質疑の中にあったわけですけどもやはり多種多様になってくると何かしらね個性がないと。 で、えー、やはり個性があって、えー、魅力が生まれると参加者が増えるで参加者が増えたらやはり、えー、いうのは収益っていいますかねそれを見込めていけるわけですねだからまず目標としてその収益をやはり見込みそして、えー、今までこう費といいますか市の一般財源 を入れて運営してきたわけですから、それもです、ね、今、財政厳しいわけで、そこもやはりなるべく使わないようにするっていうことにつながるかと思いますけど、その財政についてのこの大会運営との関わり、どのようにお考えでしょう對島部長。京都マラソンあの、個性を出していくのは非常に重要だというふうに考えております。 あの一般財源の考え方で言いますと、あの当然まああの、えーまあ、徐々にではあるけど減っている中で、まだあのさらに今後もあの取り組んでいかなければならないというふうに認識しております。いってまああの、この10回9回までのマラソン大会でも、えー、経済効果的にはあの大きなものが出ていたのかなというふうには考えておりまして、あと、今回、ちょっとまああの。 オンラインマラソンという形であの、えー、たくさんの方に集まっていただいてということが今回できませんのであの今回はどうしてもやはり、まあ、あの次回以降、えー、たくさんの方にまた来ていただいて、えー、経済活動に資する、えー、行動をいただくという。えー ところになるのかなといいうふうに考えておりますけどあのそういった中で、えー、今回もやはりたくさんの方に参加いただくことがやはり、まあ、あの経済的な効果の、えー、一番期待できるところかなというふうにも思いますのであのそういった部分を意識して、えー、取り組んでいきたいというふうに考えております向田副委員長、まあ、あの京都の力を生かすということをですねまずはあのこういう厳しい経済状況の中 地域の企業の力を生かしていくということも大事だと思いますで去年にも大変悲しい事件があった共和にもですねやっぱり一つ一つやっぱり今復興に向けてですね努力されているそして企業も今苦しんでいる中でも何かしらね取っ、えー、かかりがないかというのを探してはる今私自身はやはりあのこういうふうにオンラインマラソンするにあたって アバター使ったりで,す、ね、でまたあの今もお話田中貴徳委員からありましたけどもルームランナー的なもんでね今あの風景が出てここら辺走ってるよとこれ自転車から始まったらしいんですけどもでそういうなんをというならば走ってるとやはりですね場所によっては飛沫があって特に暑い夏は今マスクを をするのがエチケットになってる中、大変あの走りにくいいうところもあるし、もっと言うならばあの三脚を起こしたりしてですね、倒れてしまうこともある熱中症等々で,ですね。だからあらゆることを考えていかなきゃいけないんですけど、私自身はですね今やはりなんかアプリを使うっていう中でいろんなアプリがある。その中でやはり風景が見える。例えば。 家庭のテレビにつなぐとか端末につなぐとかでこの辺走ってますよとかねそういうあのダイレクトリンクしなくていいんですよあのコースですね走ってる絵とかずっと今まで9回大会あるわけやからつながってきてるし変更もあったわけですけどもこういうとこ走ってるよっていうのをね見てもらうようなことも考えたらと思うしそれ売りゃええのんですよ買ってもらえば。ね でそれはいらないと単にアプリだけで走ってるっていう人とお違い見せてもいいと思うんですねでその作るにあたっては京都の今もね二条奉行はありましたけど京都の企業の力地域の企業の力を使っていくということをしていくこともね大事は思いますやはり未来につないでいくためにはですね会社壊れて潰れてしまったらですねどうしようもないわけですで 来てくれはったら今までずっと大会見てきたら京都で終わってから食べたはりますね止まってはりますねでもそういうことは見込めないんやそれやったら何かしらしないとねあかんと思いますよでそのためには今あの記念品とかねの話もありましたけども若新先生ご提案のね 都市鉱山からメタル作るっていうこともあるわけですからその記念メタル作るんやったらまたこういうふうなこともねお願いするとかあの駅伝では西陣織のタスキあるでしょね駅伝タスキ作ってますやんでゴールテープも作ってますやんかそういうなんかで売ったらええんですはっきり言って記念でだから何かしらの記念のグッズオフィシャルグッズね 宮古メッサーで裏張りますけど期間中これ買ってもっともっと売り切れてるんですね毎回負けようそれも京都の地域企業の食べるものも含めてねネットで買ってもらえですやんそういう提案もねこれからされていくべきやと思います京都マラソンを言うならば今ここには書いてありますように、えー、世界中どこからでも参加ができるカはダディスタンスもここは一つやんだからこそこにはね 京都から日本を世界を元気にっていうようなね大会にしてもらいたいと思います、そのためやはり経済というのがね大変重要だと思いますけど、このあたり、いかがお考えですか部長はいあの今回、オンラインマラソンという形で実施する中で、あのやはりあのどういった形であの京都マラソンっていうのを感じていただくかっていうのは非常に重要かというふうに思っております。のその 中では当然、京都の企業さんの協力、対外的な発信、そういったものも非常に重要だと考えておりますので、今回、オンラインということで、当然といいますか、グッズの販売なんかも、ぜひやっていきたいというふうにも考えておりますので、そういった形でいろいろ検討する中で、京都らしさ、京都マラソンらしさをアピールできるように。 頑張っていきたいというふうに思っております。六田副委員長。で最後にあの今おっしゃっていたごとくですね。呼びかけてくださいね。京都の地域企業に。困難をやって、皆さんのお落ちくださいと。でそれ儲けでもうたらよろしいやん。こんならなんぼかしで収入にもつながってくると思いますので。よろしくお願いして終わります。はい。石田スポーツ担当局長。 ありがとうございます。あの、福田先生いつもありがとうございます。また、あの今日はあの先生方、のいろいろな様々なご意見をいただきましてありがとうございました。あの、京都マラソン、あの毎年1万6000人の方、あの積み上げます40。4014万人以上の方々があの発していただきまして、えー、このラマラソンをあの盛り上げて支え育てていただきました。市民の皆様企業の皆様。 ボランティアの皆様、また関係機関の皆様に改めてあの感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございます。あのコロナの状況の中、あの今回は、えー、どういう形がいいのかというのをおほぼ検討いたしまして、今回こういうあの形で実施をしようというふうに思っております、えー。運動不足、健康づくり、まあ、こういったことでランニングを始めた方もおられますので、そういった方も将来の京都マラソンにぜひつなげていくと前向きに。 えー、企画をして今後も取り組んでいきたいというふうに思っております。あの福田先生からはあの京都の企業の、えー、にも資するものにというあの本当にあの大事なことだというふうに思いますので、まあ、この点、えー、しっかりと取り組んで京都の魅力をさらに発信する大会にしたいというふうに思っております。えー、今後ともよろしくお願いいたします。はい、他にございませんか。森田委員。 はい、モニター員どうぞすみません一つだけなんですけどあの、まあえっと、参加したいと申し出があったときに会費、まあ、っていうのを集めると思うんですけど会費を払ったランナーとあのいう方ね、まあ、2か月かけて走ったらいいということなんですけどもし42.195キロ達成しなかった人っていうのも あの景品っていうのはね、どういう扱いになるんでしょうか津島部長、はいえー、あの具体的には、まあ、これからの検討にはなるんですが、あの一応あの、参加の賞と、えー、感想の賞とあの分けて、えー、検討したいと思っておりますのであの、ちょっと感想で42キロ走れなかった方についてあの参加賞の方は、えーえー、受け取ってもらえると。 いう,ふうに考えております森田委員あそしたら、えー、とどんもうあらゆるあの世界中の人があの参加してもらってもう定員を設けないということでその入金されればその人たちが参加者っていうことで認めてもらってで乾燥されたもう2月22日の段階であの 完走された方にはその景品が全国に郵送で送られ全全世界に郵送で送られて完走されなかった方には参加費っていう参加料あの参加品ということでその商品が全国全,全世界に郵送されるということでいいんですか。土島部長あの一応そういうふうに考えております。森田委員やっぱりあのそういう場合にもあの京都の商品を あの使っていただければと思いますのであのまああの仕事おこしにもなると思いますのでよろしくお願いします終わりますはい他にございませんかどうぞ山岸二回目ですすいませんもう一点だけなんですけどねちょっと気になることなんですけれどもあのこのオンラインですることによってねやっぱり 今,回前えー、今までやったらこう1万6000人の方がですねこう、えー、どう,うですか、把握できてそしてあのマラソン大会を運営できるんですけれども,もういろんなところで走られるということでね、まあ、急にですね体調がおかしくなってねこ,のこれに参加するので立ったでこうやってです、ね、であの頑張ろうと言ってやってて体調がおかしくなってそれでなんかこうこの。 あの走っていることによってそう、そういう状況になったときにね、その大会運営者として、なんかこうこう責任問題なんかが生じないのかどうなのか、その辺のところがちょっと気になったので、まあ、これから検討されるようになったら、その辺のところも検討いただいたらなと思うので、ちょっと2回目になって恐縮なんですけれども、申し上げておきます島部長。えっと、はい、えー あの今えいただきました、ああ確かにあの走っている途中に体調を崩されるケース、ああ可能性としてはあ,のあるのかなというふうにはえ考えているんですが、今回の,あのオンラインマラソンというシステムが、やはりあのコースとかえ時間ですね、含めて、各自で管理いただくということがあの基本になりますので、ちょっと例えばですけど、今回、普通の、えー 通常の京都のマラソンの場合はあの大会保険に入ったりとか、そういうようなこともさせていただいてるんですけど、ょっとやはりあの運営者側の目の届かないところで走っていただくということでいうと、今回はあのそういった部分を含めて、各自で管理いただくということがあの基本になるのかなというふうに考えております山岸まあそのようなところもきちっとです、ね、あの理屈を固めて、それであの大会に臨んでいただくことをお願いしておきます以上です。 他にございませんかなければ以上で報告聴取を終わります、えー、次の一般質問に関係のない理事者はこれで退席願います次の一般質問については休憩せずに行いたいと思いますのでご了承願います準備が整いますまでしばらくお待ちください それでは次に文化市民局関係の一般質問を行います。昨日までに山津委員から新しい地域活動スタイル普及促進事業について、玉本委員からパートナーシップ宣誓制,制度について、蘇我委員から区役所窓口サービスについて、山岸委員から伏見桃山城の今後の在り方について、森委員から現在の客引きの対応について、宇佐美委員からマイナンバーカード交付数と今後の交付増への対応について、 森田委員から金閣寺の高まりの現状変更について、それぞれ一般質問の申し出がありましたので、順次発言を認めることといたします。この一般質問の質疑時間は、答弁を含め1人当たりおおむね10分といたしますので、10分をめどに質疑を終了していただきますようご協力をお願いいたします。また関連質問も同様の取り扱いといたします。なお、お申し出のあった方以外の委員の質問は、当該質問に関連する内容以外は認めませんので、ご承知おき願います。それでは一般質問を行います。はじめに 新しい地域活動スタイル普及促進事業について山津委員どうぞ、はい、山津委員、はいえー、と7月31日に、えー、自治会長内会等の各種団体に向けて 新しい地域活動スタイル復旧促進事業というのをスタートされたかと思いますでやはりあの4月のいわゆるその第1波といわれるコロナ禍においてやはりこれからまあ町内会自治会どうやって運営をされていろいろと決めていくちょうど年度初めの時でございましたのでやはりあの地域の方も本当にですね、まあ ここにも書いてありますけれども迷い不安を抱えてといったところありましたし私とかも実際相談ありましたのでえやはりこれからどうやっていくんかどうやっていく必要性があるんだろうと言っては かつてての委員会でも課題問題問提起させていただ、いいたと思いますであくまでも自治会町内会というのは任意団体というところで、まあ、どこまで、ね、京都市がじゃあそこをサポートしていくのかといったところも一つの課題だというところはよく分かったんですけどもやっぱりあの、まあ、コロナ禍もそうですが、まあ、先般も大雨ございましたし台風シーズンというところで地域コミュニティの活性化だけじゃなくってやはりまあ災害時であったり、まあ、いろんなところでやはり京都市のちづ 作りのまあ、基礎と。 なってるしまた京都市の強みだといったところも市長をはじめ、えー、皆さんそういった認識でいろいろと地元活動地域活動をお願いして委ねている部分もあろうかと思いますので、えー、そこに対して、ね、今回非常にあの具体的でまたあの運用していただければあのものすごくいい効果が生まれるんじゃないかなといったらこの事業が、ね、あのスタートしたことはものすごく一つ前進したことだと思っています。 まずは地域の方隅々に知ってもらわないと正直言うと全く意味をなさないというふうに私は思ってましてちょっとその辺りをね含めていろいろ聞いていきたいんですけどもまずあの昨日でしたかねまあ果実ですけどあの市長をもとに市政協力委員会連絡協議会代表者会議というのが開かれてで、まあ、そこである一定この事業のスー あの内容であったり、またもうすでに地域で取り組まれているような具体例の意見交換されたということでしたので、まずこの事業をこういうの始めますって言った時のあの各皆さんの反応とかはどんな感じだったでしょうか。地域コミュニティ活性化北部振興部参観長はい、えー 今のご質問にお答えいたします昨日の、えー、市政協力委員の代表者会議におきまして、ね、ちょっとコロナ対策ということで、1時間という時間を制約の中で,です、ねえー、行いました関係で、ちょっとご意見の方直接、えー、お聞きする機会はございませんでした、しかしながら、あの事前に、えー、各代表の方とかにお話をさせていただく中ではです、ねえー、非常に良い取り組みをしてくれたということでの、えー、良いご反応をいただいたところでございます。山 はい、まああのそして市政協力委員の方々からまた地域にまたそうやってこういう事業が伝播していくっていうことをぜひ期待したいところなんですけどもで、まあ、今回あのまずその地域活動新しい地域活動スタイルの、まあ、具体例であったり、まあ、先進事例、まあ、あ例えば感染予防対策等々をーリーフレットを作って。 そしてまたホームページ等で発信していくということなんですけどもまあみんながみんなホームページを見張るわけじゃないので私はやっぱりあの冊子ものすごく期待してますで今回この冊子に関してはまずは各区役所や支所等でまあまあ配布していくってことなんですけどもねやはりあのこの 市役所もそうですけども区役所支所行ったらたくさんやっぱりパンフレットあるいはチラシもあるんですねでひのでぜひとも,まあもう埋もれてしまわないようにであの誰もが気軽に手に取ってねあのすぐに活用してもらうようにというのはやはりあのこのコロナ禍においてものすごくあのもう区民運動会だったり夏祭りやいろんなが中止になってもともと何気なく。 当たり前に行われてた地域住民の方同士のコミュニケーションがもう随分と減ってますのでそもそも情報量を得られるけタイミングも減っててやっぱりあの、まあ、孤独感であったり、まあ、閉塞感であったりというのを感じてはる中でね地域京都市でこんな先進事例があるんだとか他の学は困難してるんだっていうことをね知って。 てももらうにはものすごく是い非いと,ともそのまああの配置であったり手に取ってもらいやすいようないろんなところに置いてもらうそして活用してもらうような取り組みしてっていただきたいですしまああのまた今後も継続してね今回はと間もなくそのリーフレットも完成すると聞いてるんですけどももしできたらまた第2 2段とか第3段されるときにはね京都市各地域にあります京都市の掲示板にねなんかそれら抜粋したようななんか瓦版とかねあのまたそんなんで貼ってねいろんなところであ他の学区もこんなんやってんやったら私らも頑張ってやっていこうとかね思ってもらえるようなあのものにしていっ,ってもらいたいと思いますので、まあ、これはまたぜひ検討材料としてまた念頭において進めていただきたいと思います。 であのそうしたあの発信だけじゃなくて今回はあの実際に、えー、地域コミュニティ活性化助成事業の中でコロナ対策枠というのを設けるということを聞いております、えー、まず、えっと、この感染予防対策にかかる経費の5分の4上限10万円を助成していくということですけどもまず今回の,その、まあ、何件ぐらいを想定されている予算状況なのかというところと。 あとは、えー、っとやはりあのこの事業に関しては例えばあの女性事例の中には定自治会の定例総会とかを開くための、まあ、感染対策とありますけどその,時のえー、っの会場を借りる旅館であったり、まあ、ホテル会、まあ、貸し会議場とかもあるかもしれませんけどもそういった会場の借りる、えー、お題とかに対しての女性ってありますが例えばこれっていうのは。 通常されている自治会館等々でのまあ、感染対策例えば消毒液であったりまあ、バスマスク等々の備蓄などにも対しても女性が可能なのかそのあたりお願いします。ヒカケ部長、はいえー、女性事業についてのご質問でございます。今回の、えー、予算に至きましたですね、えー、先日の、えー、補正の方を、えー、いただきまして。 えー、当初予算を含めまして700万円という、えー、予算枠でございます。えー、今回、えー、上限10万円ということでございますので、すべてが上限といたしましたら、まあ、70件ということになる予定でございます。えー、あとですね、えー、今の、えー、具体的な補助事業なんですけれども、今回対象といたしまして、ね、事業ということで考えさせていただきたいと、何らかの例えば、えー、総会を行うとか、 何らかの防災訓練を行うとか、何か事業を行っていただくときに、その時のためのアルコールであるとか、マスクとかを使われるということであれば、申請していただきたいと思うんですけれども、ちょっと当初から予定はないけれども、事前にちょっと備蓄のためにということではです、ね、ちょっと対象外ということで、今考えているところでございます。山津院、はい 備蓄のためではないということで今書いてあったかと思うんですけどこの,あの事業の中の今回の女性事例の中に例えばじゃあ自治会の回覧板に ICT を導入してはどうかであったり、まあ、定例総会開催する場所をねえ旅館ホテル等々どうですかというこういう場合に女,女性の事例ですよってなってるんですけど私これすごくいいと思ってて要はこれってそのアイディアをね あのお伝えしてるっていうかやっぱりなかなか地域の方でも今困ってるけどその代わりって何があるんやろうといわゆる大改策ってどんなんやろといっ,ったところがねやっぱり発想がなかなか湧かない部分もあるかと思うんですよ。日々からどうやって,派生して して対応すようっていうところが最初だと思うんでねだからこんなことそのいつもこうできてたことをこうやって変えてみませんかコロナの対策でこうしませんかって言ったところで私事例をもっとね紹介しはってそっからこの女性に繋がるようなあの pr をしてっていただきたいというふうに思ってますであの ict ツールの導入サポートっていうのもまあ やっていいいきたいとということで、まあ、例えばその非接触で、まあ、Zoom であったり、えー、LINE 等々を使っての、まあ、自治会組織の会議であったり、まあ、話し合いとかもそういうのでやってくれるためのマニュアルであったり、まあ、出張研修もやっていきたいというのもやってはりますけどこれもねあのいや サポートしてやっていこうというその思いはいいんですけどそれが自分らの自治会ではそれがどういったところに生かしていけるんだろうとかやっぱりまだまだ分からない部分もあるかと思うんでやっぱりまずはそのこう事業としてのものじゃなくねことっていうかうど動きとしてねあの伝えていく見せ方っていうのを工夫してやっていただきたいと思うんですがその辺いかがですか。加計部長はい、えー 工夫等についいてでございます、えー、先生が初めに言っていただきました冊子の中にですね、えー、我々の方としましあの先生もおっしゃいましたように具体的な事例をできるだけ入れていきたいと考えておりまして、えー、その中で、えー、例えば回覧板の代わりに LINE、えー、グループを使ってはどうですかとか総会すられる時に LINE、えー、のビデオ会議をしてはどうかと、そういった形での具体的なことはこちらの方で、えー、周知してまいりますので、えー、それと合わせて、えー、補助金と一緒に活用していただけたらというふうに関連して他にございませんか、えー、文化市民局の一般質問の途中ですが、午後1時まで休憩いたします。